さあ、エブンプロ時間がやってまいりました。本日410番目でございます。皆さん、分子構文いよいよ完結でございます。皆さん、前回の動画でですね、分子構文の訳し方5パターンもあると思うんですか、めんどくさいですという方は実際にいらっしゃるんじゃないかなというところで、今日はですね、それをなんとか一つにしてみたいと思います。で、皆さん、早速、ご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、皆さん、例文2つ書いてみました。ウォーキングアロングザストリート、ザ・ギャル・メタ・マン、どうやってしますか。道路ですね、道路沿いを歩いてると、その女の子はある、男性に会いました。まあ、なんかいけそうなんですね。もしくはこちら、He sat on the bench playing the guitar、 どう訳しますか。で、迷うんだったらこれがおすすめです。で、皆さん、分子構文なんですが、おそらくこれは初耳かもしれませんけども、そもそものこう確信ですよね。実は分子構文にも存在しておりますので、ちょっとご紹介したいと思います。じゃあ、分子構文と言われたら、確信これでございます。左側の動作が終わるとすぐ、右側の動作が始まります。という確信が実は存在しているんですね。でもさ、左側の動作と言われたら、もちろんこの文頭のところから、この区切るところまでですね。これが前半、まあ左側と、ちょっと書いてみましょうかね。左側の動作と、こんな感じでいいかと思います。このあたりです。でもさ、この下の例文もそうなんですね。He sat on the bench。これで一旦途切れております、区切れておりますので、この辺をちょっと左側と、したいと思います。そしてその動作が終わると、すぐ右側の動作が始まりますよ。つまり、文章の後半を指しているというふうに思っていただけるとよろしいかと思います。こんな感じです。ですから、どんなイメージですかと言われたら、左側の動作、こちらですね。それが終わると、それに、まあ、逃げ、バーバーバーみたいな感じです。ですから、イメージとしては、こういう感じで訳し下げていただいて、OK なんですね。ですから、皆さん、下の例文はこれでございます。左側の動作が終わると、すぐに右側の動作が始まりますよ。こんな感じです。ですから、訳す順番は左側、そしてその後右側に訳し下げていただいていいんですね。で、皆さん、前回の動画で分子構文5つ訳し方ありますよというふうにお伝えしましたが、この左側から右側へ訳し下げることができる、その訳し方って実は一つあったんですね。これですよね。うにゃうにゃして、そしててんてんてん。で、名前で言うと、漢字4文字、こう言ってましたよね。そうです。不対状況なんですね。ですから、一応念のために5つご紹介いたしましたが、本来は分子構文の核心からすると、この不対状況、うにゃうにゃして、そして点点点、これさえ分かってれば実はなんとかなるんですね。ですから、皆さん、この例文1つ目、ウォーキングアロングザストリート、道路沿いを歩いておりました。そして女の子はその男性に会いました。いけるんですね。皆さん、2つ目の例文もそうです。 He sat on the bench、 彼はベンチの上に座ってました。そして Play the guitar、ギターを弾いてました。おお、バッチリ、ということです。ですから、こんな感じで訳し方一応なんとかなるので、まあ本来入試とかだったらですね、時理由条件情報不対状況のこの5パターンですね、の中からちゃんと、まあ時間があったらですよ、考えていただけるといいと思うんですけども、時間がないとめんどくせえとかなってしまったら、一か八かこれでやっていただけるといいかと思います。これで実は乗り切れるんですね。なので、うんたらかんたらして、そして、てんてんてん。
あまりなんでしょうね、遠くないような、遠からず近からずじゃないですけどね、全く関係ない訳し方にはならないので、ですからこれで皆さん点数がもらえるはずでございますので、ちょっとそういうところで、抑えていただけるとよろしいかと思います。言いますかね。というところで皆さん、分子構文、いわ完結でございますので、相変わらず、ノートはこういう感じですね。書いていただいて、これで覚えるというところでよろしくお願いいたします。では、次回411番目もよろしくお願いいたします。